きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ問題です。はい。巨人正式チーム名述べよ。またですか。読売ジャイアンツ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。あれ読売ジャイアンツじゃない、巨人つかないなと思ってましたよ。残念です。あれ？東京読売ジャイアンツ？残念。あれ？なになに？テレフォン、テレフォン。テレフォンじゃ聞いてください。もしもし。はいはい。ジャイアンツの正式名称を教えてください。読売ジャイアンツじゃないですか。あれ？読売ジャイアンツって私でも言ったんだよ。はいはい。で、なんて次は何て言ったんですか。なんか違うって言うから、はい、ちょっと東京つくのかなと思って。東京読売ジャイアンツ、うん、でもなんかちょっとそれは違うな。多分出題者のミスじゃないでしょうか。あ、本当ですか。はい、一回問い合わせ見てみてもらっていいですか。じゃあもう一回読売ジャイアンツで言ってみます。はい、お願いします。はい、ちょっと違うアンサーが出てこなくて、読売ジャイアンツじゃないですかって言われたんですが、じゃあ読売ジャイアンツでお願いします。正解です。いや、どうなんだ。どういうことです。最初の残念は何だったんですか。ちょっと言いたかったんで。いや、何ですかこの時間。合ってるじゃないですか、もう。はい、正解です。はい、よかったです。言いたかったんですよ。言いたかったんです。はい、ちょっと鼻かいます。はい、どうぞ。今ね、多分視聴者の皆さんも、はい、何が残念やねんってね、はい、なってますけど。いや、そうですよね。はい、はい、よかったです、合ってて。正解です。はい、はい、ということで今日ジャイアンツです。はい、崖っぷち選手、うん、ね、まずはこちらの選手です。はい、高橋優希投手。はい、はい、崖っぷちです。うん、今育成ですよね。そう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 、まあ怪我もあったからね、はい、クリーニング手術ね、うんうん、あって、まあどこまで復活できるかだね。はい、いわばね、なんなら去年とかは優勝のキーマンに私は挙げてたぐらいなんですよ、うん、ね、菅野投手、戸郷投手のもう次やっぱり高橋優希投手が柱に行ってほしいって言ってたぐらい。21年に2桁勝利挙げたからね。そうなんですよ、スクリューでね、うん、それがね、昨年わずか1勝、うん、で育成になって、はい、でしかもあの肘のクリーニング手術して、うん、どうなるんやっていう ね、 そうですね。今困ってますよ、先発は、うん、ジャイアンツは。いや、もう早く復活してほしいですよ。いや、ここが復活してこないと、うん、ちょっと盤石になっていかないでしょ、はい、でもこれが長引けば長引くほどね、うん、若いやつらに取って代わられるけど、うん、はい、でもその取って代わられる人たちがね、うん、今の激励に触れて、はい、二軍行きです。なんかあったんですかね。あったんじゃないのかな、うん、はい、何かがね、うんうん、激励に売れて、はい、1軍に来なきゃいけない選手が2軍落ちです、うん、はい、でも本当にでもその今2軍落ちって言った方たちが本当に出てこないと結構巨人大変ですよね、まあ、外国人ピッチャーはねたくさん取ってますけど。いや、めっちゃ厳しいと思うよ巨人もね、うん、で、まあ、戸郷侍にも行ってるしね、はい、で中でだってピッチャーだから、あとはグリフィンね、うん、ビーティー、はい、メンデス、はい、ロペス、うん、ちょっと外国人がいますけどね、はい、まあ、そこら辺の頑張りもいるけども、うん、まあ、先発ね、うん、安定しなきゃいけないっていうところでは、はい、まあ、高橋のね、うん、復活が、いや本当、はい、でもこのままズルズルっていっちゃうと、うん、育成だからずっと育成になっちゃうからね、うん、8月だから7月末までかな、はい、に試合が帰ってこないともうずっと育成になっちゃうから。そうですね、うん、うん、それまでに、そう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 、そういった意味でもう若いポジション、若い人たちにポジション奪われないようにっていう、そう、早めに帰ってこないとね、うん、崖っぷちですか。そうで、続いて、はい、中川選手です。崖っぷちです。中川浩太投手ですか。そうです。崖ですか。崖です。はい、まあね、2021年6月に左肋骨の骨折、うん、で侍ジャパン入り断念、うんうん、そうだった、そうで、その後昨年は、はい、腰痛です。だからちょっと怪我に悩まされてるね。そうですね、うん、昨年はね、はい、0試合、うん、一昨年58試合、はい、やっぱ怪我に悩まされてるからね。そうですね、いや、ここら辺帰ってこないとね、うん、きついよね。いや、本当2021年がものすごく良かっただけに、うん、だからジャイアンツが上昇できるかどうかの崖にいます。おー、だからチームの崖を支えてます。はい。ジャイアンツ落ちないでくれ。崖、今年2人が戻ってきたらまだ結構分かんない。いや、全然分かんない。戻ってこなかったら本当なかなか厳しい戦いになると思うよ、うん、私本人としてもこのままね、育成で続けるとちょっとあれなのね。そうそうそう、負けにいかないからね、うん、だからジャイアンツっていう崖を支えてる。おー、手離した。彼ら次第でこうなってくるかっていう可能性はね、うん、十分あるね。はい、で続いてが、
広岡選手です。わあ、広岡選手、はい、いやちょっと厳しいね、まあ、坂本がね、うん、もう1年間頑張ってもらわないと巨人の優勝は俺はないと思うけども、うん、やっぱ頑張らなきゃいけない中でなんと、はい、門脇という、うん、今ちょっとそっちが出てきてますからね、出てきてたら、うん、もう広岡あれみたいな感じになっちゃうからね、うんうん、これはちょっと崖だね。そうですね、うん、ちょっと競争が激化する中で出てこれるかどうかが、はい、ちょっと新人だからもう期待されてるうちに頑張って新人来るからね、はい、広岡だって巨人来てるときは最初はねいい形で使ってたけども、うん、やっぱ結果出せないからね、うん、こうなってくるわけよ、はい、崖です。もう結構正念場ですね。かなり正念場です。坂本選手の後継者争いのかなり正念場です、うん、あと中山ライトとかね、はい、いるけども、うん、門脇もかなり正念場です。そうですね、崖です、うん、はい、今年勝負、そういいとこ見せないと、うん、もうやばいよっていう、3番手4番手になってしまうという、本当に、うん、よっぽど2軍で結果出さないと呼ばれませんよっていうぐらいになってくるからね、はい、うん、続いて、はい、梶谷選手です。あーでももう大ベテラン、そう怪我してね、はい、で、まあ、復活にかけんだけど、まあ、教育リーグにね、はい、出るっていう情報もあるんだけども、うん、いや頑張んないとね、はい、本当に、うん、FA で来て一緒に来た人はもう占領下になっちゃったからね、はい、あ、でも本当の崖ってことですか。がもう本当に崖だよ、うん、今だって育成じゃないですか、うん、怪我があってね、うんうん、だって本当だから今年中に支配下に帰ってこないとやばいんじゃない。そうですね、うん、しかも外野も回る、はい、まあ、あと外国人とかもね、うん、あるけど、まあ、チャンスあるよ外野は、はい、正直、うん、だ新人のね2人、はい、浅野、うん、そして萩原、はい、萩岡、萩岡、うん、とかも、うんうん、取ってるからね、うん、薄いのは薄いからチャンスはあるけど、だから梶谷とかも頑張ってこないと、うん、ちょっとジャイアンツの優勝がねなかなかっていうところもあるから早期復帰を期待したよね。そうですね、うん、でもこんなにあのいい選手たちが今育成なんですね。だって怪我だから。そうか、高橋、中川、梶谷、怪我だから、うん、怪我で育成、うんうん、どんなに無事これ名馬だからね、うん、どんなにいいもの持ってても怪我したら終わりだから、ね、そうですね、うん、だから早く復帰してほしいですね。そうそうそう、で続いて、はい、松原選手です。いや一昨年はね、うん、もうレギュラー取ったなっていうところがね、うん、あったけども、うん、まあ、昨年ね、うん、まあ、ポランコでウォーカーっていうところの外国人が来て、うん、ちょっと一気に出番がなくなったっていう、うん、若干かわいそうな使い方されてるけどね、うん、だって去年は50試合、はい、1割1分3厘、うん、勝負だね。でも、うん、でも外国人いるからな。いやでもチャンスあんだよね、うん、外国人もバッと別にねするわけじゃないから、はい、だからここでもう一回おととしのね、うん、輝きを取り戻せればそうですねいけるからね、うん、おととし135試合、まあ、掴んでたんですけどね、うん、掴んでたけど外国人来たからね、うん、でもそういったところでは松原も崖だね、はい、でも頑張ったらまだチャンスあるからね、うん、レギュラーをね、はい、そういったところでは頑張ってほしいなと思いますけどね、はい、袴田スコープありますか。袴田スコープ、はい、はい、袴田スコープ一人目は赤星投手ですね。ほう、うん、私レッドスター、うん、レッドスター、うん、レッドスターが今年はネクスターになる、うん、はい、あのオープン戦とかでも、うんうん、まあ、結構いいピッチングしてたんですけど、うんうん、私は去年は新人王もいけるんじゃないかっていう新人王候補にすごく上げてたぐらい期待してたんですけど、うん、まあ、なかなか、ね、シーズン通して守れなかったですけどね、うんうんうん、あの投げられなかったんですけど、序盤今年は出だし良かったけどな、出だしすごい良かったんですけど、うん、でも結局去年が5勝5敗5勝5敗そっか31試合とか、うん、途中からリリーフだったからね。そうですね、でもやっぱりなんか今菅野投手ともう戸郷投手しかなかなか日本人がいないので、その次のやっぱ先発としてこう出てきてほしいなという思いが私はあります、うんうんうん、ツーシームとかねいいから、まあこれっていう球はないけど、うん、これ安定感はピカイチだからね。お、そうですか、うん、だからそれはクオ、だから常にクオリティ高さを持っていかないと、うん、これ投げるときは抑えるっていうところがないから、うん、だからそういったところの生命線は維持していかなきゃいけないね。いけそうですか今年。どうでしょうそうですか、はい、あともう一人、はい、オコエ選手。おう、オコエ選手今あの結構頑張ってるんですよ。うん、来るの。いや、もうここで楽天からまあ出て巨人に行ったので、うん、巨人でもう輝きを見せてほしいなと、うん、もう誰もが言います、身体能力ポテンシャルはピカイチだと、うん、何が足りないんですか岡谷選手、うん、どうでしょう頑張って岡谷選手そうそう、だから赤星とかも頑張って入ってくればね、うん、やっぱ入って、や
赤星、堀田、山崎伊織とか、うん、やっぱここら辺入ってこないといけないからね、うん、そういったところではどこまで頑張れるかだし、うん、お声がね、チーム変わって花開いたらね、はい、それはそれでまた盛り上がるしね、うん、面白いよね、外野手ちょっと空いてるんですもんね、そう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 、そういった意味ではね、まあ、やっぱサバイバル勝ち上がって、そう厚めにしたらね、ジャイアンツも浮上するきっかけになるんじゃないですかね、はい、はい。